って楽しんでそんな感じでいつ来明日も探せる。この番組はアキバドット TV が提唱する手がつけんな提唱する提唱するキーワード、うん、自分の情熱を捧げることができる趣味イコールアキバアルファベットで AKIBA をもとにパーソナリティやユーザーのアキバをどんどん紹介していく情熱系バラエティ番組です。はい、よくできました、はい、なんで読んだだけで拍手が起きるってこの番組はい、ATS が始まりました、うん、はい、タイトルコールとかはいいよね、いいですか、いいよね、始まった始まった、はい、始まったというわけで、ATS が改めまして始まりました。この番組は今言ったように、うん、情熱系バラエティ番組ということですが、はい、秋葉 B スタジオからお届けしています。秋葉原お近くの方はぜひぜひお立ち寄りください。今からでも大丈夫です。うん、はい。今日は初めましてのお客様もいらっしゃるので、ね、なんだかね、ちょっと似合わない感じの雰囲気の方がね、ねちょっときちっとしてらしてね、ちょっと私、ね、気まずいです。なんかすいません。嬉しいですね。ねこんなタイミングですいませんみたいな、この番組で大丈夫ですか、うん、って派手のつけたくなりますね。ただ、じゃあ自己紹介いきますか、ほら。はい。はいはい。どうぞ。いきまーす。みんなに愛をマリリンビーム、マリリンこと山岸まりでーす。お、マリリンでーす。なんか久しぶりのマリリン登場だーとか、山岸さんがおるとか書いてあるよ。あそんな久しぶりって感じしないけどね。1ヶ月ぶりだからね。皆さんからしたら。うん。そうだね。はい、次が、年中滑るよ、プルルンルン。ことの真央でーす。ちょっと待って。何それ初めて聞いた。今初めてちょっと今なんとなく考えたノリで。今やったんだ。今ノリで。マリが出てない週でそんなことをやり始めたのかと思った。プルルンルンってなんだろうって思いながら今自分で言ってた。ちょっと今一瞬目が泳いだのを分かったな。滑るとか書いてあるよ。滑ってまーす。よろしくお願いします。ね、さあコメントでも来てますが、某番組の某大輔さんが来てると思われるとコメントが来てますが、そう。おー。あのね、皆さん忘れてると思うんですけど、うん、これ、秋葉荘っていうアパートで、うん、もう私たちほら、引っ越したばっかの。そうそう。1ヶ月経った。経ったね。1ヶ月経ったね、あれから。経っちゃったね、リアルね。引っ越して1ヶ月経って、うん、お隣さんと仲良くなったのよ。おあれから。お隣さんの、うん、お隣のね、大輔兄ちゃんがね、うん。あ、なんかコーヒーくれたの、ほら。5個も。本当だ。5個だよ、5個。あー。あとどういう感じ飲めっていうのね。2.5 本ずつかな。しかもマリリンコーヒー飲めない。あれー、まさかの。本当にまさかのね。ああ、そう。カフェオレ的なものダメなの。カフェオレって書いてあるよ。カフェオレならなんとかかな。いける？いけるかな？いけるね。大丈夫かいこれ。ね、まあでもね、でも、ね、だってお兄ちゃんほら、そういうの知らないじゃん。そうだね。でもよく遊びに来るお友達もいるからって言って5本もくれたのよ。うん、何人見えてんだろうな、うん。あと3人は見えてんだな。やばいな。うちらに見えない人が見えてるじゃないですか。そうなんか。ちょっと怖いね。うん、ね。あ、コメントしてますね。やっぱり山岸ことのコンビが一番なら本当？ありがとうございます。やったー。おいおい。というか、自分は3ヶ月ぶりですよ。退院しました。どうぞ、お帰りなさいませ。ね、あららら、本当にね。おめでとうございます。え、合ってる？うん、まあ、おめでたいね。はい、ね、おめでとうって言うよね。言う言う言う、大丈夫よ。はい。まあ、一応これね、設定的には、アラスカから引っ越した私ことの真央とお友達の話なんですけど、うん、私たちがアイドルを目指せみたいな、変なノリになっちゃいました。はい、なんとなくで。うん、なっちゃったので、
まあ、そんなノリでやっていくんですけども、皆さんからのコメントや、はい、コメントはね、ここで見れるんですけども、ニコ生の番組と、あと、ユーストリームやってます。秋葉 .tv のホームページから生放送で見ることができますので、ぜひぜひ見てみてください。で、ニコ生からも一応見れてるので、ニコ生はビューアーがついてないんで、誰が書いてるかちょっとわからないんですけども、よかったらコメントしてください。でですね、あと、メールアドレスも受け付けております。わ、いいタイミング引き伸ばしたら。メールアドレスは、こちらまでじゃじゃん。なんか、リアルタイムで動かしてください。info@akiba.tv まで連絡してください。お願いしまーす。って言ったらね、もう一通メールが来てるの。はい。ありがたいね。あ、こういうのは、当日いただかなくても、事前に送っといてくれれば読むんで、よろしくお願いしますね。お願いします。はい。今日は、ヨッシーさんからいただきました。ありがとうございまーす。ありがとうございます。こんばんは、ことのまりりん。この間、一宮支局に地元新聞社の取材が来ておりまして、次の日の新聞記事に自分も映り込むという非常に珍しい現象が起きました。わら。と言っても、自分は仕事帰りに立ち寄ることにしているので、立ち寄ったらそんなお知らせになりました。でも記事に載るってのも恥ずかしいものですね。これからもこの ATS 支局含めて応援していきたいと思います。ということでありがとうございます。ありがとにゃー。ね、そしたらね、で、こんな、すごいよね。これ印刷してくださったんですけど、これ宇都宮の商店街にコスプレ店が出るよっていうお知らせですね。へぇー。朝日新聞かな？なんとか日新聞か。中日新聞か。名古屋だから。中日新聞の10月28日内と載ってますね。うん、うん。ちょっと可愛い子が写ってるのがすごい気になるんですけど。ねぇー。ちょっとマリリほら上のこの辺読んでるんですかね。アニメ、漫画、コスプレ、コスプレーって書いてる？コスプレー。サブカルチャーを発信する店舗。うん、トライアングルが、一宮市の、本町通り元町通り元町元町通り。本町通り。本町通り一丁目商店街で、11月中旬の開業に向けて準備を進めている、コスプレ衣装の貸し出しを中心に、マニア向けのフィギュアや同人誌を販売。店員らは、シャッターの降りた店が多くなった、本町商店街に、秋葉系文化で、活気を取り戻そうと意気込んでいる。うん。だって。なるほどね。うん。ってことなんですよ。まあ、だから、このね、スタジオが、支局があるんですけど、名古屋に。うん、うん。あれが、その街を盛り上げようよってことで、頑張って動いてるよってことが取り上げられたってことですね。すごいね。ね。ショーレンタルとかしてんだね。へぇー。で、写真を撮ってる姿が、多分、ヨシさんですね、これね。うん、めっちゃわかるじゃん。3人、4人しか映ってなくて、髪の毛の色普通なの1人しかいないからね。すごいね。マオニャもこういうの着たいの？あ、着るよ、よく。あ、着てるんだ。うん。ほうほう。この間のお仕事の時に、うん、あのね、シャナーを着て、うん、シャナーは赤い髪だったから、うん、買いに行ってきたの、キャハバのすぐそこのビッグ屋さんで。買ってきてね、何に使おうかなと思って。買ったけど。次いつ使う？次があって買ったわけじゃないんだ。仕事用に買ったんだけど、うんうん、仕事とはいえ、自分で買っちゃったから、うん、次何に使ったらいいだろうと思って。あの髪型難しいね。まあでもコスプレやる人はいっぱい持ってますからね、これね。うん。何でもこの間コスプレしたよ。何したの？なんか魔女、猫魔女メイドみたいな。あ、ハロウィンね。そう。そうだよ、ハロウィンだったよね。ハロウィン。例えばさ、ハロウィンといえば、マリリン、ハロウィンになんかあれじゃない、キムチ見たの仕事したでしょ。そう。そうだよ。なんだっけ、あれヤンシロハロウィンパーティー。ヤンシロハロウィンパーティー2012行ってきたのね。行ってきた。うん、どんなお祭りだったの？どんなお祭り、うん、なんか、アズニャンが MC やって、ライブもやって、うん、ももちゃんって子もライブをやって、はあはあ、マリリンは、さよりんと一緒に。メイドさん？メイドさん何あんの？メイドさんは本当になんかメイドさん？全然わかんないよ、メイドさん。マジョカフェがあって。カフェのメイドさんをやった。そうそう、ウェイトレスだみたいなメイドさんね。そうそうそう、はい、はい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 。でもなんか来てたお客さんが、なんかタレントさんやってるんですよね、みたいなこと言ってくれたりとか。あ、すごいじゃん、すごいじゃん。そう、あと、有名人テレビの取材とかも来て。よかったね。マリとサヨリンがコメント言ってた。なんて言ったの？あ、やってみたいの。なんだっけ？一言お願いします。ようこそ、マジカフェみたいな。ああ、うん、なんか想像ついたわ。え、さっき手とかつけた。なんか普通にこう。いいね。楽しそうだね。コメントもね、うん、結構来てるんですけど、あ、さっきのね、新聞に載るってめったにないね、とか。残念な差し入れとかね、こういうね。ありがとうございます。
あ、はじめましてさんがいる。パイさん、はじめまして？はじめましてかな？どうもありがとうございます、コメント。うん。しょうこさんも金曜日にやったんですね。そうだよ！どこでしょうこさんいなかったわけだ、最近。ありがとうございます。さて、それで、ハロウィン。そう、ハロウィンといえばね、うん、私はかぼちゃを作った。作ったじゃない。かぼちゃ料理を作った。おー、何作ったの？かぼちゃの煮物じゃなくて、かぼちゃを煮て、うん、それを崩して、うんうん、ちょっとマヨネーズかけて、うん、あとね、なんだっけ、きゅうりを入れてサラダにする。おー、美味しかったよ。美味しそう。クックパッド採用です。え、でもマリリン違う番組で、2ヶ月ぐらい前に、かぼちゃときゅうりのサラダ作ってた。嘘！かぶってるじゃん！違うね。そう。どうしよう。あ、女子力あるでしょ？そうそうそう。それもね。猫耳って書いてある。あ、ほんと？かぼちゃときゅうりをさ、チョイスしてサラダを作る人そんないないと思ったんだけどさ、これさ、かぶってるとかやばいね。全然何も見てなかった。マリリのブログに載った載ってた？載せてないかも。だよね。すごいね。でも番組の Facebook とかには載せてた。その番組。びっくりだよ。かぼちゃを作るって農業力あるんだ。いやいやいや、かぼちゃは作るほどのちょっと広さないね。うん、でも畑やったらやりたいね。だからハーブは育てたいなと思ってるんですよね、うんうん、バジルとか。あ、バジルいいな。バジルさ、買うと高いしさ、使い切れないから育てたいなと思ってるんですけど、うん、やっぱ家庭農園楽しいよね。楽しいね。あ、よかったら種送ってください皆さん。ここに、あ、宮代町でかぼちゃ作ってるんですか。すごっ。あ、やってた、やってた。楽しそう。やってた。行きたかったんですよ。私も行くはずだったんですけどね、あのレースがあって行ってなくてね、いろいろあったんですけど、まあ、そんな感じで1ヶ月いろいろありましたが、うんうん、何したかな最近。あ、でも来月、あ、大事なお知らせしなきゃ。うん。あ、そうだ。来月、はい。なんとお休みです。そうなんですよ。さっき知った。はい。私たち来たら1ヶ月後お休みですって言われたの。ねえ。と思って。しかもマリリン第1週目しか出てないのにさ。ね、1ヶ月に1回のこの子はもう今年終了ですよ。ねえ。どうするんですか、納め。ちょっと寂しいです。で、おさめ。他の週、出ていいですか？うん。いいんじゃないかな。瀬尾さん大歓迎だと思うけど。あ、ほんと？ワンヤンと一緒じゃないんだ。え、一緒がいいの？一緒に、みたいな。行ってくれ、やってやめなさい。中途半端に来るのやめなさい。ちゃんとどこまでやんのよ。全部やりきってよ。なんでさ、一緒にって、何それ、なんか、プロポーズみたいな感じ。あ、やだやだ。ドキドキしちゃった。さあ、じゃあ、コーナー、なんか今日と台本があるのか、珍しく。ねえ、ね、初めて台本もらったんじゃないかっていうね。毎回さ、何回さ、毎回もらうために初めて、さっき聞いてください、皆さんだって、うん。今日とか、集合時間ね、ここに9時なんですよ。何時に集合かして聞いてないとか言って、もう言ってるから言ってるから。マジ、あなた何時に来たのよ。とか、あ、先週じゃないよ、前回とか、はい、何1時間前かなと思って、8時半には入りできたのに、まおにゃんが、あ、お茶しようよとか言って。いや、だから、ちょっと待って、ちょっと変遷を言うよ。内輪情報を漏らすよ。まず、8時半に会場入りっていうのが、ここになってからの最初の話でした。うん、で、8時半に来たんだけど、30分時間を持て余すことが判明したので、私たちは9時にここにいようと言って、うん、次の月になりました。うん、次の月、9時に来るのに、その前にお茶をしてから行きました。だから、今日は9時集合のはずなんですが、はい。はい。いや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 、はいじゃないから。これですよ、ほんとに。お願いしますよね。今一瞬見えない人がマリリに見えた。見えないない。コーヒーあげたって。コーヒーあげたって。なんでやん。ね、そういうわけで、まぁ、あ、ちょっとゆるゆるやってるんですけど、で、今日コーナーって書いたんだけどね、うん、なんかね、このコーナーとかをちゃんとやってこうよって、ほら、あまりにもひどいからさ、うん、されたもんで、されたもんなんで、ね、ちょっとコーナーやるんですけど、あ、この前に一個だけコメント、来月の放送どうなるんですかってのが来てるんですけど、いや、言っていいんですかこれ。フランスのね、なんかコスプレ祭りですかあれ。日本を紹介する。方法、日本を紹介するイベントっていうのがフランスであって、それにちょっとこのスタッフさん関わってるんですよ。すごいでしょ？ねえ、ね、やりてよね。やってるもんで、まぁ、あ、そんなこともあってね、電球切れそうだけど大丈夫かな。近々大丈夫かな。やっぱうち古いね。なんか出てきたね。何何何何何何。
ジャパン祭り。じゃじゃん。なんだよ、ギャグみたいや。祭り。ジャパン祭り。祭り。祭り。そうなんだ。祭りって日本語なんだ。そうだね。うん、そうだよね。まあ。うん。はい。でもジャパン祭りに参加するということで、うちらのことは世話できないと。まあ、そういうわけだから、うん、うちらは家に帰ってさ、うん、まったりしてよ。あ、まあ、これ家なんだけどね。家なんだけど、設定的にね。うん、アラスカから来ました。どうも。引きずるって、この設定。覚えてる人いるかな。そう、だから一週だけがお休みってことです、うん。12月はちゃんと他の週はあるんですが、マリリンが出る週だけは休みにするよと、ここの、そうそう、7日だけお休みということでございますので、よろしくお願いします、うん。はい、自主配信すればいいよ。まあね、マリリンがそんなんできたらいいんだけど。さあ、次のコーナーいきまーす。コーナーその1って書いてあるよ。月刊まるまる。パチ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 。急に始めるってね。はい、読んでください。これまるまるでよかったね。バツバツだとちょめちょめ。やめなさいよ。やめなさいよ。ま、夜だけどさ、そういうの。やめよ、これ。YouTube で配信されるの困るでしょ。あ、そうだ。はい、どうぞ読んでください、このセリフっぽいやつ。このコーナーでは、毎月テーマを決めて、ユーザーが現在ハマっている、注目しているなどの、現在進行形の皆さんの秋葉を紹介していくコーナーです。ユーザーの皆さんには、テーマに沿ったメールやコメントを募集していきますので、たくさんのメールやコメントをお待ちしております。今月のテーマ、今年に入ってから始めたあなたの秋葉は？はい。まあ、どういうことかちゅうと、まあ、最初に話したんですけどね、秋葉っていうのを、この番組では、自分の情熱を捧げることができる趣味のことをね、秋葉ってよっていう風に設定になってるので、まあ、あなたがね、すごいハマってる趣味ってありますかみたいなノリでしょ、これ。うん。ね、OK もらった。正しいらしい。っていうことなので、今年に入ってから始めたあなたの、まあ、ハマってる趣味は何ですかっていう質問だね、どちらにかってね。で、もしよかったら、皆さんもさっきをね、じゃじゃん。こちらに、ハマってることこれっすっていうのをもうアピールしてメールいただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。で、偶然ここに、なんか知らないけど、私たちの部屋を覗き見している大好きお兄ちゃんにちょっと聞いてみたいんですけど、最近ハマっているというか、あなたの今年に入ってから始めた秋葉は何でしょうか？え、聞こえないっす。ちょっと聞こえないんで、こっちに来て、マイクで言ってもらったの。ちょっと聞こえないんですけど、あ、NG くらい、NG くらい。マネージャーが NG 出してるから。ちょっと声だけお願いします。はい。どうぞ。アニメをいっぱい見てる。わかるわ。私、ツタヤの店員さんに覚えられちゃったもん、この近所の。覚えられちゃった。いつね、このアニメのタイトルの何巻が帰ってくるのかっての聞きすぎて覚えられちゃって、店員さんにあ、どうもーみたいな。超気まずいの。アニメしか見てないみたいな。頭悪いとなってるよね。ちょっとやばいよね。もう時にはなんかすごい真面目なのを借りようかなと思ってた。真面目じゃない系のアニメを借りてるんだ。あ、もう見て見て見てる。わかる人はわかるけど、R15 とか見てる。知ってる？知ってる？あ、わかります。あ、うなずいてる人いっぱいいる。そうそうそう。とかね、雑誌じゃない、雑誌じゃない方の R15 とかね、見てますね。いろいろ。あ、ママリンが、うん、あ、ママリンが答えたがってる。答えたがってる。うん、ちょっとじゃあ電話してほら。あ、はい、そっか。はい。ふー、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 ふー。もしもーし。もしもし、はい。ママリンですよー。聞きなよ。ママリン分かってない設定なんだから聞きなさいよ、ちゃんとほら。元気だよ。うん。ね、そういえばさ、ママリンが最近ハマってることって何？うん。お。食べ物？ファミマのコロッケ。60円ぐらいのやつだよね。60円ぐらいのやつ。やって美味しいの。サクサクで確かに美味しいけどね、普通の肉屋のコロッケ美味しいんだ、うん、ファミマの宣伝かそれぐらい、はいはい、これ勝手に切っていいかな今じゃあねって言ったちゃんと勝手に切っていいじゃん嫌いでもうプープーってなってた今頃特に
誰だよって来てますけど、あの、ママリン、マリリンのママリンがちょっといたもんで電話したんですけど、設定的にね。はいはい。忙しい時にこういうお客さん困るよね。うるせえよ。うるせえわ、もうほんと。あ、エウレカね。あるね。ベタなとこ行きますね。私ね、あ、でも最近ちゃんとニャルコを見てニャルコハマったね。部屋で一人でうーにゃうーにゃ言ってるわ。え、マリリン、神様始めましたが、すごい。ああ、わかるんだ。キュンキュンしてる。マリリンがアニメって似合うのね。なんか深夜にやってるアニメを、こう、たまにこうつけてる。夜更かしさんだからね。そう。あと、エビ天とか見てる。ああ、本当に？うん。結構今期見てるんだね。そう。ああ、まあ、じゃあ意外とうちらはアニメっぽい人たちだね。うん。ちなみに、ファミチキとどっちが美味しいって質問が来てるんですけど。ああ。ちょっと、ママリンに電話したいとか。はい。ルル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 、あ、もしも、美味しい。え、ファミチキとさ、そのコロッケどっちが美味しい？ファミチキ食べたことがない、いただきました、これ、ね、びっくりですね、ファミチキ、うん、でも、ファミチキ美味しいよな。うん、ピー、ありがとう、ちゃんと切ってないじゃん、ちゃんと切ったね。そっか、ファミチキどっちが美味しいんだろうね。わかんないって。ママリンは、ママリンは秋葉荘の大家さん。大家さんだったんだ。あ、じゃあ出てきてもおかしくない、いつね。家賃とか滞納者出てくるんだろうね。エプロン姿で出てきても。なんでエプロン？割烹着とかの似合いそう。割烹着、割烹着。そうそうそう。だからさ、この辺で拭きながら来てほしいよね。手とか拭きながら。ちょっと薄汚れてる系。そうそうそう。あ、なんか電話感があるねってすごい言ってるよ。おー。いいじゃん、いいじゃん。いいね。ね、ファミマのコロッケ食べたことないけど、よかったらお探しください。何のコーナーやん、これ。さあ、で、うちらのほら、今年に入ってから始めた、秋葉は？マリなんかある？今年。秋葉は、あ、でもアニメをすっごい見るようになった。あ、そうなんだ。うん、なんで急に？きっかけは？なんか多分寂しいんだろうね。待って待って待って。あ、なんかさ、秋葉 TV に出始めたからとかないの？そういう上手い理由。まあ、それもあるし、うんうん、まあ、今年からちょうど始めたのもあるし、うんうん、秋葉に関心を持ち、この寂しい本当かよ心の隙間を埋めてくれるアニメ。心の隙間ってもどっかで聞いたことあるって出てきちゃったよ、これ。髪伸びか？なるほどね。アニメね。うん、そうだね。意外とね、うん。意外とマリリンがアニメって感はなかったので、じゃあオタク化してきたのね、やっとね。そうだね。リア充してないからね。ああ。ああ。今期おすすめアニメはって来てるよ。私ね、いつ放送中止になるかわからない、うん、あれがいいと思ってるんですけど。なんだっけ、あ、すごいド忘れしちゃった。あー、どうしようどうしようどうしよう。あれだ。ね、もう随時パンチラしてるやつ。なんだっけ。なんだっけ。あ、じゃあ、トラブルダークネスだ。ダークネスは、いつやめられてもおかしくないですよね。今なんか議員さんたちが、そういうアニメを放送しないっていう提案をしてるらしくて、それが通ったらね、もう多分、ああいうアニメは放送されないんですよ、地上波で。だからそう考えたら結構貴重かなと思って。変な違う方のおすすめだよね、これね。今のうちに見とけ、みたいな。見れるもん見とけ、みたいな。夜中にそういうの見とけ、みたいなね。ノリになってるんですけど。私おすすめこれね。マリリンでもエビ天好きなんでしょ？うん。エビ天、いろんなアニメのパロディーがあって面白いね。そう、どんなやってると面白いですよね。ね、でも、あっかんなら出てくるよね。こうなるとね。うん、へぇ、みたいなね。あるね。ママリンは来年の、あ、美魔女コンテストに出てくれるかな？ママリン。そう、電話してみ？電話、うん、電話。うんうん。プルルルルー、プルルルーン。もしもし。もしもし。ママリンさ、来年の美魔女コンテストに出たりしてみない？水着着るのかな？どうなんだろう。あ、水着 NG なんだ、ママリンって。水着 NG なんだ。あ、ママリン。胸控えめね。なる。なになに？切られちゃったよ。あ、切られちゃった。プープーって。ねえ。なるほどね。胸控えめ。今じゃ NG。コメントしてますけど。なるほどね。そうだね。水着は NG だよね。うん、私も水着は着たくない。水着審査はないと思う。だって。あ、いけるかもしれない。メール来た。メール読んできました。早速送ってみたよって来てるから、読んであげて。ハンドルネーム、ST さんからね。はい、どうもです。ありがとうございます。ありがとうにゃん。山岸真央様。結婚するよ。こんばんは。二
人書くのは面倒くさいのでいっぺんにまとめました。そういうとっても自分がハマってる趣味は個人ラジオ配信ですかね。あ、この番組の穴埋め番組と釘打って始めたの。釘？いや釘じゃない、それ釘。違う。金、あの金編に名前の何ね、これね。これ何て言うんだろう。さ、なんか読むじゃん、ほら。ね、これ釘以外何言ってない。使命の名じゃん。使命打たないの。釘打たない。あのね、名前の名ってね、これ名って読むでしょ。うん、だからこういう時は名打ってって読む。名って打つもんなんだ。こうやって覚えるんだよ。わかった？はい。うん、はい。この番組の穴埋め番組と銘打って始めたのですが、9月から ATS が早くなったので、第1部が30分に短縮になりましたが、なんかすいません。今年の5月か6月くらいに初めて、約5ヶ月くらい経ちますが、まあ慣れませぬ。それでも3なし、台本なし、ギャラなし、番宣なしを掲げながらしてるので気分は少し楽ですが、うんうん、ルパンの真裏ですが、うん、ご両人様残り頑張って。あ、ではでは、ありがとうございます。そうなんだ。あ、テレビで宣伝してた映画のやつじゃない、ルパン。うん、へぇ、ルパンがモノマネしようと思っても成功したことないよね。あれ、こちゃん。それ。あ、もう一回ときて、もうリクエストして、リクエスト。どうぞ、もう一回。ふーちこちゃん。なんか、ムツゴロウさん。シャ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 。ふーちこちゃん。かわいいね。シャ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 。いいよな。あ、そうだよ。ふーちこちゃんの前のが似合うよ。なんか、セクシーにルパンってやつ。ねえ、ルパン？悪くない。あ、ほら、おー、来てるよ、おー、来てるよ。いいじゃん。ちょっと、マオニャンのセクシーなとこ見てみたいな。え、何が？セクシーな藤子ちゃん、マオニャン。あんらいらっしゃい。終わったよ。カメラ遅いよ。それ、ちょっとミルネーザー入ってたよ。ちょっとね。それミルネーザー。わかった。うちの世代しかわかんない、それ。ね、最近の若い子わかんないから、それ。わかんないから。何言葉のドヤ顔。やめてよ、ドヤ顔だけアップにするの、スタッフさんお願いしますよ。ちゃんと真似してる時にやってもらわないと、そこお願いします。うん、ね、そう。モノマネとかね、いろいろやってるね、うちらね、頑張ってね、うん、体張ってんな。張ってるね。ある意味、三なしに近いよね。うん。ね、なんか、誰もフォローしてくれなしみたいなね。ぐらいでやってるよね。はいはい。ということで、え、今年に入ってから始めたあなたの秋、私なんだろう。今年に入ってから、引っ越したので、料理をね、すごいするようになった。うん、さっきも言ったけど。昔だと変な言い方だけど、前の家は、一応それでもキッチンはちゃんと考えて住んでたんだけど、うん、やっぱ狭くて、ほら、一人暮らしだから、流しがあって、うん、ちょっとほら、作業場あって、コンロみたいな。で、私はガスコンロが絶対いいから、ガスコンロのところに行ったんですけど、それでも、包丁をね、切って、このまな板置くスペースがないんですよ。から乾かすとこ置いちゃうと、これすごいリアルな話だよね。うんうんうん、この家みたいな設定だしね。で、できないから、あんまりやんなくて、うん、で、洗い物もなんか洗うときすっごい水跳ねるから、もう狭いからね。もう何になっちゃうと思って全然やんなかったんですけど、引っ越してもうちょっとそこが広いとこにこだわって住んだら、すごいやるようになった。で、お金を貯めて、最近なんだっけ、ベーカリー、ハウスベーカリー、え、何だ、自分で作れるやつ。それ最近、私ほんと言葉で言うと、年かな。それ、ホームベーカリー買いましてね。うん。よくやってんの、食パン作るの。へぇー。美味しいね、あれ。いいなぁ。パン屋さん行かなくなったもん。へぇー。パン屋さんが全然恋しくないの。美味しいよ。今度食べに来て。食べに行く。うん。うん、まあ、そんなことやっててね、容量、女子力は上がったよね。でも言葉出てこないと思ったよね。プラマイゼロみたいな。はい。あちわーってどうもありがとうございます、コメント。うん。はい。さあ、こういう風に頑張っておりますが、コーナーその2とその3が空いてるんですけど、はい。いや、やばい。あ、やばい、どうしよう。ってとこなんですけど、あ、うん、アップにしちゃうと別にいいです、そんな。見てる方じゃないの、これ。今日の大ファン。はい、スカガン。スカガン。スカガン。これ感じですよ、これ。でね、どうするかっていうと、うん、先月、はい、私たち、なんか知らないけど、金稼ぐためにアイドルやろうぜって話になったわけです。うん。
マリリンビームでしょ。それそれそれ。現役アイドルのマリリンの力を借りて、アラスカから出てきたことのマンがアイドルを目指すっていう、このね、すごい展開な話になったんですけど、うん、で、前回ユニット名決めようよって言って、うん、なんかね、このネットのお友達と一緒に、良い子のお友達と一緒に決めたのが、うん、マリオ。ね。そうやって聞くと普通になんか、あれですよ。こういう感じ。これこれ。っていうのを思えると思うんですけど、皆さんね、あの、そっちじゃなくて、マオとマリーで、挟んでマリオってなったんだけど、うんうん、ね、そう考えるとちゃんといい名前だよね。ね。でもやっぱりそれだよね。うん。面白い。似てるってコメントいただきました。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。やばいね。こんばんはっていいタイミングで阿部さんありがとうございます。今年は秋葉って意味にハマった感があるねっていうの。いいね。ありがとうございます。いいね。秋葉だからね。ありがとうございます。ことのアイドル化計画っていうことで、認めくんだから、うんうん、あとほら、次にやることって何やったらいいかなと思って、今考えてるのが、うん、まず必要なのはさ、宣材っぽいやつ。あ、いるね。こっちじゃないよ。じゃあよ、吹きかけるじゃなくて、宣伝材料って言うんだっけあれ。宣伝材料。ね、宣材って言うんでしょ、うん、業界の人。うん、ね、すごいね。アーシャ的なね。アーシャっていうの、うん、なんか名前みたいだね。ヘイアーシャみたいな。アーシャ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 。ムツゴロウそれ。それムツゴロウ。それムツゴロウ。そうそうそう。じゃあ、アーシャ、アーシャね。アーシャ、アーシャ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 。アーシャっていうの取るのも必要じゃん、まず。うん。必要だし。あとは、なんかユニットっぽいやつやるわけだから、うん、衣装っぽいのもいるじゃん。ああ、衣装ね。ね、衣装どうなんでしょうかなみたいな、うん、話をやったりとか、うん、あとほら、やっぱ曲を作んなきゃいけないから、うん。大好きお兄ちゃんとかに聞いてさ、ね曲のポイントとかをね。うん。でも、あわよくば大好きお兄ちゃんの番組とかにね、求めてね。ねえ。やってみようかな、ね。お兄ちゃん。お兄ちゃん。目で殺すのやめなさい、お兄ちゃん。やめなさい。お兄ちゃん、そこ、醤油の穴から見てるからやめなさい。にゃーん。何攻めだやめろ。コンビ名アタックって、戦隊から。違うから、それ。ねえ。ね。あ、京都にあるその会社へ挨拶行かないとね。うん、京都、うん、あ、戦隊の、え、戦隊の、アーシャの、あ、マリオのね。おー。最近とにかくカービィにハマってます。任天堂だったね。カービィ懐かしい。買っちゃった。あの DS のネットのやつって買っちゃった。まあいい、それはいいんだよ、うんうん。で、その辺をやるとか、うん、あとは、あの、ね、ちょっと私たちなんでこれ知ってんのかよ、設定的にはおかしいんだが、うんうん、ATS のオープニング曲で流れて、さっき聞いたあのラジオの振り付けをね、うん、やってないじゃん。うん、やってない。あまりに振り付け好きだから、うん、振り付けあるとか、うん、ありかねとね、うんうん、思っておるわけですよ。どうよ、先生。はい。はい。いや、元気な挨拶だね。違うよ。なんで先生って言って、はいなの違うからって、もうなんか変なのいっぱいしてんじゃん。お笑い芸人目指せるとかさ。違うからもう、アタックチャンスって違うじゃん。何を。違う番組。違う番組始まるからやめてください、もう。ね、そういうわけなんだけど、何やったらいいと思う？何しよう。アイドルってどうやるの？まずアイドルやろうってなったらどうするの、うん、ユニット名決めたじゃん。ユニット名、次何するの？曲。曲作るの？ユニット名、潜在曲？おう。潜在曲、アタックか。アタック。アタックしようか、じゃあ。うん。潜在は、どういう風にするとか、あのカメラに向かって、ちょっとポーズしてみて。どういうポーズがいいんだろう。座りでいく？どっちもいいよ。はい。いきますよ。ん？はい、チーズ。カシャ。あー、ぽいぽいぽい。すごいね。どういう感じなの？いや、アイドルっぽいね。マオニャも。真似すればいいの？なんか、アイドルスマイル。だから私、アイドルやったことないから、わかんないからさ。もう一個ぐらいやったら、次のパターンいくよ。いくよ。はい、パターン B。いきますよ。はい、チーズ。カシャ。あー。すごいね。さすがアイドルだね。全然だよ。何ポイントは？ポイント教えて、ほら。なんか、ネットの友達もさ、こういうのを聞きたがいと思うんだよ。うん、写真撮られる時の、気をつけてることは何ですか、うん、先生。人それぞれだと思うけど、マリは、なんか、歯を、いいって、ニコって、なんか、歯を出して笑うようにはしてる。これ、それ出すとどういいの？で、なんか、ここを上げて、そう。何がどういいの？
何が同意？自分的に好きな子。自分的になんか。ぶっちゃけ自分可愛いなってところなんですね。なんかやっぱ歯を出して2の方が良くない？うまい。あとは手のポイントだから。手のポイント、うん、手のポイントなんだろう。でもなんか、まあなんかアイドルっぽく。何アイドルっぽくって。だってマリリンの思うアイドルって何なんだい？なんだろう、かわいい、かわいい感じ。誰っぽい感じ、かわいい。有名人。有名人。最近でアイドルだなーって人いる？アイドルだな、まゆゆとか。ああ。うん。あ、かわいいね。うんうん。赤べ、ね、赤べやな、うん、八重箱かね。うん、難しいね。とりあえず写真を撮ると、うん、まに次タチタチ、次は衣装でしょって書いてある。衣装なの？衣装なの？あ、そっか、写真撮れないもんね、衣装決まってない。あ、ほんとだ。そうだ、どうすよ。何着る？衣装、マリウっぽい衣装だから赤と緑。やっぱつなぎ？つなぎだね。なんかフードかぶんだよね。私がだからリモコンのコントローラー持ってくるんでしょ、うん、コントローラー持って、あれでしょ。やれとは言わないよ。大丈夫。もうやめとく。アイマスで勉強しろと言うね。私ね、アイマスやってないけど、ラキスタのアイマスのパクってるゲームをやってるよ。知ってる人しか知らないと思うんだけど。うん。よし、ならコンビ名、なんかコンビ名もいいから。コンビ名も大丈夫。そうアイマスか、なるほどね。でもアイマスでもポイントとしては分かんないけど、見てて思ったのは、うん、首をかしげた方がいいと思うよ。写真撮られた時だいたい首かしげてるね。あ、かしげてるかも。かしげてたよ、2パターンは。うん、で手をなんかなんとかしたらいいんだよ。なんかこうそういうのとかなんか湧いてない？なんかこうあーすごいね、決まってるね、うん。今日は何、猫耳ポイントなの？そう、今日は猫耳ってか、お洋服もニャンニャンなの。あ、ほんとだ、ニャンニャンしてやがるな、一人で。そう、すごいね、かわいい。もう立っていい？いいよ、立ちな、せめとけ。こんなマリリンの裸足だぞ、珍しいの。裸足萌えしろ、己ども。いいね、好き好き。あ、そうなの？そこ衣装はセクシーなのでお願いします、コメントしてね。あ、マレリン的にはそういう系のがいいの？セクシーかわいいみたいなのが好き。セクシーかわいい衣装がいいの？なんか誰もう一着あるの？家にもう一着あるの？これこれでもね、これの黒バージョンが売ってたよ。あ、そうなの？ここが黒で豆の部分が白くなってるやつ。へぇ、でもさ、ここは自分で描きたくない？え、これ自分で描くの？え、なんかさ、衣装ってさ、あれじゃないの、普通に売ってるやつを着るとさ、うん、バレバレだけどさ、うん、変な話、自分で作るっていうので衣装じゃないの。ありものをプラス小物でアレンジして衣装にしてる子とかも多い。ああ、なるほどね。ありものっちゅうね、多分ね。そうそう、ありさんみたいなね。で、なんかペン落としたよ、もう私が滑ったからって、あのスタッフさん。しかもいつまでガンつけられてるよりやばいよ。でも全然怖くない。ひどい。アキバベイダーはどうですかって聞いて、アキバベイダーって何？ん？知ってます？知らない？なんだろう、わからないよ。ごめんなさい、ファイさん。キャッツアイで。え、全身タイツ？あ、いいね。嘘。うちらまな板だって。あ、そうだ。でもママリンなんか怒るよ。何着せてんの、私にって。そうだ。そうだよ、ダメだよ。ここが漏れるもの。漏れるもの？なんか入れとけばいいんじゃない？なになに、靴下とか入れとけばいい。爪がとけばいい、靴下とか。キャッツアイはちょっときついね。でも衣装か、衣装ね、あとね、時間が5分ぐらいしかないからね、衣装を考えなきゃね。衣装はちょっと、デザインを、何？ほどのちゃんやる気のないファッションのチャックしましょう。チャックはない。チャック、今日はチャックないね。チャックないね。ないですね。残念。するー。でも、マリリンもファッションチェックしようよ。いいよ、やる気ないよ、今日。え、なんで？なんで？かわいいじゃん、ここに玉がついてる、玉が、毛の玉が。あのさ、毛の玉ってさ、全然可愛く聞こえないよ。要は毛玉だろ？毛玉がついてるの、茶色い毛玉、大きいの。猫じゃないの。猫の。かわいいよ、後ろ向いてた、ほら。ほら、これ。後ろ姿がかわいい、ことでーす。かわいい。私、騙されたんです。
みたいなね。みたいな。はい。秋っぽい。そうでしょ、秋っぽいんだよ。まあ、それで、ファッションをじゃ考えるということにしました、私たち。うん、なので、皆さんメールでぜひとも私たちのファッション、デザインをしてください。うわ、すごいね、これ。うん、もし採用できたら作ります。自分で作ります。はい、お願いします。もしくは、衣装を送っていただけたら。ああ、そうね、そうね。そうですね。あの、スタジオまでお送りください。お願いします。はい、はい、じゃあそろそろ、あれじゃない？あの、ネットのお友達に、宣伝とかしといた方がいいんじゃない？あ、そうだね。そうだよ。あんまり、よりによって告知のやつ楽屋に忘れた。まあまあ、いいよ。なんか喋ろ。あ、ママリンが撮りに行ったね。ママリンが。じゃあ番組からのお知らせをしたいと思うんですけど、はい、ATS はですね、実は私たちの写真をちゃんと毎回撮っておりまして、はい、全国のセブンイレブンの、はい、ネットプリントサービスポタコで買うことができます。こんな感じ。こんな感じ。じゃーん。買うことができまして、うん、まあ、一人のやつと全員集合のやつがあるので、ぜひよかったら1枚150円です。壁に手ができるのでよかったらセブンイレブンお近くになる方買ってください。よろしくお願いします。予約番号が必要で、アキバ .tv のホームページから見ることができますので確認してみてください。はいはいはい、はい、次マリリンどうぞ。あとマリリンが毎週火曜日の23時から、ピッカモのエクササイズチャンネル TV に出演しております。第2週目の火曜日はマリリンが考えたシリコンスチーマーで簡単レシピを紹介してるので、よかったら見てください。チャットも参加してください。お願いします。ポタコいつも買ってるよってコメントくれてありがとうございます。誰かわかんないけどありがとう。ありがとうにゃん。嬉しいね。嬉しい。衣装は生地の量はしてありますか？送ってくれればいいと思うよ。うん。はい。あとなんだ、コトノからのお知らせは、27日ぐらいに撮影会をやったりしているんですけど、うん、まあ、あの、ブログを見てくれればいいと思うよ。うん、よろしくお願いします。はい、以上。はい、以上。じゃあ、喋ったね。喋ったね。なんか、お友達少ないからさ、うん、マリリン遊びに来てくれないと喋んないんだよね。人の発言ちょっと問題ある感じが。え、本当だってこの部屋で一人でさ、たまに大東兄ちゃんで走ってくれるけどさ、うんうん、基本一人だからさ、うん、東京 FM が友達なんだよ。あー、寂しいからどんどんスタジオに遊びに来てくれると嬉しいね。そうだね。そうだね。はい、じゃあ来週の9時半からは、テオアシカちゃんが MC でお届けしていきますし、うん、来月はお休みですが、うん、マリリンがどっか出ます。はい、はい、再来週あたりに私が再度帰ってきます。よろしくお願いします。はいはい。スタジオナウってコメント来たよ。誰よね。おおいつの間にコメント、どっからコメントをしてるの。いつの間にコメント、魔法だね。すごいね。あ、ありがとうございます。失望しました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうなんだ。意外と近場で会話が進んでいたっていうね。ありがとうございます。あ、マリリン、良いお年をって来てますね。じゃあ、あの、ネット上のお友達になんか一言ほら、今年最後かもしれないから一応挨拶とかないと。ねえ。どうぞ。あちらカメラに向かってかな。はーい。はい、じゃあ、来年も、ね、長くよろしくお願いしまーす。ゆるいねー。ゆるいねー。はい。はい、というわけでした。じゃあ、最後に、マリリンと決めポーズをしてお別れをしたいと思うんですけど、歌とか入ってたらね。あ、よこいしょ。私、家なのに、あの、アメリカンスタイルで靴履いてるやべ。靴履いてるからね。履いてるやつの、普段逃さないとね。どうやったの、アイドルポーズ。どうしようか。どうしたの。こういうの、こういうの。何これ、ハロスの。アイドルっぽい。こっちか。はい。こんな感じですか。で、アイドルっぽくだから首かしげるのか。どうか、OK。 じゃあ皆さんまた来週、来月、再来週お会いしましょう。バイバーイ。集まって楽しんで、そんな感じでいつ来明日も探せる。